っぱりしたでしょ。私たちのフィナーレに邪魔そうなものはみんな綺麗に片付けたの。つまんないな。ちゃったんだ。あっちにいれば少しは長生きできたかもしれないのに。まあ来るかなって思ってもいたんだけどね。どういう意味だ。やり残したこと思い出しちゃってさ。だからちょっと待ってたんだ。やり残したこと。私をきちんと消したから忘れてたから。彼女の力はほとんど奪ったんだろう。うん、でもまだダメだって。力を奪ってもそいつはまだ生きてるもの。私の半分がカオス様に配役してるんだよね。私たちニーメリアにとってお父様とでも言うべきお方。それって困るんだよね。どっちかにしようよ。二人もいらないでしょ。どうして元は同じ存在なのに分かり合えないの。こんな奴を理解しろっていうの。一時の感情でお父様を簡単に裏切っちゃうような奴を。見てよ、これ全部私がやったのよ。ただ待ってるのも暇だったから前線のやつらをめちゃくちゃにしてやったの。すっごく楽しかった。威勢がいいのは最初だけだったわね。統制を失ってからは惰性で戦って無様に逃げまどって這いつくばってさ、笑いながら死んでったやつもいたのよ。そうそう、惨めに命乞いしたやつもいたわ。あれはおかしかったな。ね、わからないでしょ。ええ、あなたの趣味の悪さだけはわかりましたけど。半分はあんただっての。まあ、あんたたちをめちゃくちゃにするの今さらやめる気ないからいいけどね。それともこう言ってほしいわけ。ねえ、今からでも遅くないの。カオス様のところに帰りましょう。私はこれが一番おすすめなんだけど。メビウスもサマリルもどうでもいいわ。二人で今度こそお父様のお役に立ちましょう。そうだ、こいつら倒してマキを持っていくの。もう用済みだけど、あいつらに渡すよりはずっといいかもしれないでしょ。カオス様なら有効活用してくれるかもよ。ね、ミーメル。お断りします。私はもう二度と闇には戻りません。父のもとに。ほら、分かり合えるわけないじゃない。あたしかあんたか、どっちがこの先生きるにしろお互い生きてちゃ邪魔だものね。生き残るのは一人でいいものね。ええ、その通りです。本当にいいのね。はい、最初から分かっていたことです。彼女と私は同じで、しかし愛入れないもの。共に生きる道を探すだけ無駄なんです。
分かった。ミーメルは決めたんだね。なら、私ももう迷わない。ガリオス、力を貸して。もとより承知。小娘、覚悟してもらおうか。知り合いと全く同じ顔ってのはちょっとやりにくいよ。本人がいいと言っています。遠慮なくやらせてもらいましょう。ってわけだ。悪く思うなよ。俺も孫の顔くらい見ておきたいんでね。同じ父親思いの娘が敵なんて、僕としてもちょっと複雑だけど。しかし立ちふさがるのならば蹴散らしていくのみです。よくここまでお兄ちゃんに尻尾振ってついてきたわね。でも君まで犬死にしなくていいのよ、弱虫のミール君。あんたミーメンの中で何聞いてたわけ？俺は兄ちゃんを守るって決めたんだよ。いつまでも後ろにくっついてるだけのガキだと思ってんだよ。生まれ変わったニール様を見せてやるぜ。お前みたいなのに好き勝手やられるとたまんないんだね。平穏を望む人々のため、残念ですがあなたには消えてもらいます。本当は私が私の中の闇ともっときちんと向き合うべきでした。こんな形で話すことになるなんて思いもしませんでした。あんたが先送りにして目を背け続けてきた結果よ。そうですね、後悔しています。出さなくていい犠牲をたくさん出してしまった。そんなもの何になるとあなたは笑うでしょうけれど、原因は私なら責任を取るのも私。私は私たちの罪を償いたい。遅くなりましたが、今度は後悔する前に私の手で終わらせてあげます。あなたは私が撃ちます。もうミーメルを一人で苦しませない。悲しみも憎しみもここで終わらせよう。いいわね、歴史になすら残さない戦いよ。我はミラ、閲楽の闇夜に作られし夜露の娘。最良にして最悪、最強にして最後の打作。我が父に配役せし娘、唯一の片割れ。歓喜の闇にまつろわぬ人の子よ。さあ、私を超えてみなさい。光よ、貫け。何かした？名役と契約により過去に縛られし魂よ、今解き放たん。命を剣に変え。闇よ、悲しみはこの胸に、希望と未来はその手に。ソウルオブインフィニティ。許さない。
そこだ。許さない。ここまでか。そう、世界はあなたを選ぶのね。そしてあなたも選んだのね。ならもう二度と振り向かないで行きなさい、みんな。あなた